お、大丈夫だ。よし、まだあの結果出てないんで、すいませんお待たせしました。ちょっとこっち来ます。こっちに、みんなこっち来て、こっち。ちょ、殺すぞって気性荒いなお前。ちょっとこっち来てね、こっち側でやりますんで。ちょっとこっち来てね、どこ、誰に、どこ、こっちでやるから。どっち、どこなの。こっちでやってるって言っといて、こっちでやるから。誰に言ってますか。誰が言ってくれるんですか。誰に言ってるんですか。誰に言ってるんですかって。これやばい、もうサムネがボロボロですよ。確かに。なんでこんなことなんだろうな。ほら、また接続不良ですもん。Wi-Fi やめた方がいいんじゃないですか。もしかして。いや、Wi-Fi ないバージョン。使い始めたんじゃん。Wi-Fi ないバージョンだよ。今やってんの。ダメだ。結果まだ出てない。4G でやってるけど接続不良すごいな。もうなんか買いましょう、ソフトバンクとか。ソフトバンクが一番いいの？ドコモのこれだって一番高いやつしたのにな。さあ、でもまあ見れてるんだったら。みんな可憐でやるな。いや、メグさんにつメグさんがやってたんで100万取った時。そうです。回線ちょっとマジで Wi-Fi さっき使ってて切れちゃって、回線が良くないんだよね本当に。もうあと1000円ちょっと待った。ちょっと、まあ、まだ勝負全通りかけてるのはまだ勝負あれなんで。見れてることは見れてんだもんね。聞こえてんのかな。ちょっとデカキンがデカキンを見れてることは見れてんだもんね。あ、言ってる、喋ってるわ。聞こえてんのかな。ちょっとデカキンがデカキンを見れてんだもんね。あ、言ってる、喋ってるわ。喋ってるわ。おお、すげえすげえすげえ。30になってる今。デカキンの三つ子みたいになってる。30箱じゃない。30箱。あ、すごいすごいすごい。デカキンの。ノイズがすごい、ノイズがすごい。やめてやめて。やばい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 。あ、ごめんごめん、ごめんなさいごめんなさい。みんな耳がキーってなって。すごい映像だったな今。いや、ということで、はい、残りまだ、結果がねあれなんでどうなるか分かんないな。何時からっすか。まだっすか。 なかなか始まんないっすね。40何分からっすか。僕49分ぐらいから配信始めようと思います。あ、了解。ちょっと了解。了解もダメです。適当ですよ。全然あれ。じゃあ俺も49分くらいの話始めよう。いいっす。生放送はね気軽に。で、Wi-Fi が回線が弱者だよって言われてたけど、本当回線が悪すぎる。いじめじゃないですか。マジやばいっすわ本当に。ちょ、なんかあのメグさんの影響でなんかデカキも引退することに今なってんの。いいねいいねいいね。よくないよくない。言ってましたじゃないよ。引退しない。地道にやってきますよ僕細々と。太くでしょ。細、いや体型だけでしょ太いの。細々とやってきます僕は本当に。 Wi-Fi がないからね。でもまあ今36万かけてます。で全通りかけてるんで穴が来たら勝ちます。勝つのは確定で穴が来たらもう 100% 勝てるっていう状況ですね。さあどうなるのか。コメントはあの違う携帯で見てますので。次横にしようかな。ライブ2つあるよ。そう、前のやつはもう忘れて、もういいわ。前のやつはもう消していい。もう本当に勝つよ今回。勝ったらねマジでね、貯金今日108万持ってきてるんですけど、それを倍の200万にするんで、みんなでちょっとすごいとこ見よう。200万始まりました。いやいや、生放送始めたわ。始まりました。生放送隣でもう邪魔だわ。なんで隣で生放送始まるの。やめます。じゃあやめます。あ、いやいやいい、いいいいいや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 、違う違う、いや違う違う、やってほしい、やってほしい、違う違う、ツッコミツッコミ、圧力ありましてなんていう放送あるかも。いや、嫌なやつ来たな。違う違う、いい、やって今配信をちょっと止めなきゃいけない。止めなきゃいけない。大丈夫大丈夫。 D さんやめろ。業界の圧力。そう、業界でもないって。俺がやってるからお前やめろよ。多分俺が持ってる業界なんてないんだ。いいって、やっていいって。ということでやれって。お会いしましょう明日の動画で。終わり。何見に来たのお前。これ業界の俺だけお前チラッと見せて。いやいや、もうそういう感じになっちゃいましたよね。名前伏せてる。大丈夫です。いや、 D さんでこの声出てる。声 P 出んのか俺の声。デカキンから来ました。ありがとうございます。やめろお前。ありがとうございます。デカキンから来ました。ありがとうございます。行くな行くな。ありがとうございます。株の男行くなよ。こっちで見ろ。こっちで。あっち行くな。すごいすごい。デカキンから来ました。デカキンから来ました。デカキンから来ました。行くな行くな。すごい。なんで行くの。ほぼ皆さんデカキンさんのとこから来ましたね。そうなんです。先ほどまではデカキンさんのところで放送してたんですけど、もう終わりまして、
終わってないってまだかけた結果が出てないんです。そうなんです。はい、まあ、最初は結果が出てねっつってメグさんのチャンネル次、デカキンさんのチャンネル次はやっと僕のチャンネルでね、ライブ配信始まったということで、だからかけてんだから、はい、俺このままやるっつってんねん。いやというわけでですね、今日は7レースから、はい、生配信、はい、競輪場に来てます。競輪場で生配信やってるんですけど、うん、まあまあいろんなのドラマありましたね。あったね、今日は。もうまず、あれですよ、僕が一番注目したのはこの膝ですね。膝ね。膝が嘘だったっていうドラマ。いや、嘘じゃない。嘘だったらこんな、今日まさかの、今日デカキンさんとメグリンさんと一緒なんですけど、はい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 、なんとデカキンさんが、はい、春場所で膝をやっちゃしまったと。いや、そんなかっこいいもんじゃないって、はいはい、ダンサーのないところでつまずいただけだよ俺。ダンサーじゃない、はいはい、ダンサーがつまずいた、ダンサーのないところでつまずいただけだ。ダンサーの仕事でつまずいてしまったって。してないだろ、こんな太ったダンサーいないだろ。ちょっとやめろお前、もうやめろ。ただ割れただけになった。難しい、この放送は。少々の場合、いやいやいや、大丈夫です、大丈夫です。僕はもう外行くんで、すぐ。ああ。すぐ行っちゃうんで。ちょっとじゃあ俺、そっちの放送見るわ。僕は、それ見ながら当たったかどうか見るんで。外行っちゃいますけど、はい。で、まあちょっと、流れだけ説明しますと、はい。デカフィンさんは今日、全財産、108万円、はい。を下ろしてきて、はい。勝負してるんですけど、そうです。今、次のレースにいくら増えたんでしたっけ？36億、はい。36万円。36。36万円かけていまして、全通りですか、はい、全通り。はい、でも今間もなくも次のレースがもう始まるんです。私たち僕は外に、メグさんも外に行きます。僕も外に行きます、はい、ちょっとじゃあお願いしますよ、結果お願いしますね。硬くなかったらデカさん勝ちですね。そう、硬くなかったら勝ち。どうなんだろうマジで。あぶね、大勝ち。あ、機動力ゼロとか言うなお前。ちょっと接続これなんとかしたいよね、本当に。ちょ、ミキ、おつ、うん。すぐ出せます。訪れがね、3秒ぐらいありますんで。3連複、2射複。2射複。2射複。見して。さあ、ということで、ここから勝てるのか。こんな感じです。はい。はい、次のレース、第10レースに全通りかけてますんで。多分10ですよね。10だよね、そう、はい、穴があったらもう俺の勝ち。そうですね、最大で216とか。216倍があるから、うん、216、200万円なんだよ最大で。まあそうですね、万だから。いや、とんでもないなこれ。とんでもないですよね。でも、まあ11番人気より下だったら、うん、まあ何万か勝てるっていう。12番人気からオッズ何倍ですか？41。おー、なるほど。だから5万ぐらい勝ったりとかできるっていう、はい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 、ちょっとこれは本当に勝つしかないよ。そうですね、勝つしかない。いや、216倍夢持とうよ。絶対来る可能性あるだろう。絶対勝てる。ニシアンファイトって、ニシアンって書くなお前も、昔の芸人やってた時の。そう、本当に勝つわ、お願いね。はい、もうみんなのまた、はい、頑張れタイム、当たれタイム来て、ちゃんとやるから。そういうなんかこうウィンウィンにするから、こっちがすげえ稼いだときはウィンウィンにするから。はい、当たれて願ってね。いや、これはもう、じゃあもうコメントも読んでいきましょう。ガンバ、ありがとうございます。学校終わった、あ、学校終わってこのときめきに出会うってすごいな。今バクバクの賭けをやってますからね今。キバレ、おー、ありがとね、ありがとね。で、父垂れてる。今見た目関係ないだろお前、父の話今関係ない。負けろじゃない、俺にくれとかも違う。人生かけてんだよ今、貯金額全部持ってきてんだから。ちょっと本当に当てるしかないな。当たれー、本当当たれ、マジで当たってほしい。始まりますよ、そうね、うん、で、これみんなも分かってんのか、そのレース始まったらちょっとね、はい、あの閲覧が増えるの。あ、49分だから、うん、そう、始まる。やばい。このシーン夢で見たわ、外れるって演技悪すぎるだろお前。夢見るなお前、二度と夢見るなお前。ちょっとやばい、怖い。あー、怖い。デカキンさん、いつも楽しい動画ありがとう。あ、こちらこそありがとうございます。なんだ、急に心温かいお前コメント来たなお前。いやー、勝ちたい、勝ちたいですね。一応全通りかけてるから当たるのは確定。ただ穴じゃなかったらダメ。1番人気、2番人気、3番人気とか来ちゃったら大負け。 2倍、3倍になっちゃうから大負けする。お願い、ちょっと待って。で、今ね、デカキン、人体損傷してるんで、レースがどんなんか見れないから、
見に行けないからもう音で1着2番とかそういう声で判断するしかない。はあ怖い、どうなんだ、ちょっとマジで怖いな。やっと貯めた貯金だからねこれね、に1年2年ぐらいかけて頑張って貯めた貯金だから、これがちょっとどうなるかっていう、今もう怖いからこう胸に隠してるね、こうやって。最悪歌舞伎さんのでレースの結果見て、あ、そうだ歌舞伎ので使う使う使う、ちょ、音、音でも晴れてよかったですね今日は。ちょーい、はい、これ、雨だったらやってるんですか。やってます、これを見ながらね。雪だけ中止、ちょ、レースどうなってんのマジで。早くいいよ、二人のトークいらん、二人のトークいらん、今どうなってるか教えて。いや、いい、二人のトークいらん、和やかな面白トークいらん、しかもモツにも美味しかったですけど、面白トークいらんから。でも今この中盤レース始まってるんですよ、はい、始まってる、今回ってますね、はい、どうなってんの、覚えてますね。デカキンも一緒じゃない、デカキンさんは足怪我してる、膝を壊してて今その廊下みたいなところに椅子に座ってるんですよ、うん、廊下って場所ばらすなお前、はい、椅子に座ってる廊下ですよ、控え室みたいな、控え室とかばらすなお前、怖えだろお前、金持ってんだぞ今、ね、貯金全額持ってきてる時でお前何やってんだ。ダービーともなると、まあ、僕はですねこの3連単ボックスが、うん、いい、誰が今1着か教えてくれ、いらんいらんいらん、人気順で買ってるんで、デカキンって言ったんですよ、マジですか、いいか、デカキン走ってる、いや3来てもね38とかだったらいける、そうそう、で筋肉もりもりですからね、そうですね、3外れたら暑いですね、3外れたら暑い、人体とか行っちゃうから、3は絶対行くと思う、いいって、そうそう、俺の人体得意、え、どうなんの、 3番赤でしたっけ、3番赤です、なるほど、3番が今1位なの、頼むよ、3番山崎、なんで、いや知らないおじさんとか映すなお前、すごいですね、なんで知らないおじさん映すのこれ、映、はい、すな映すな、知らないおじさん、知らないおじさん映すなお前、もう、あ、いいよ、取り方下手だろお前これ、すごい、みんな応援してる、後ろは気になる、後ろのおじいちゃん、後ろ、そうそう、ダメだ、後ろのおじいちゃん映すなって、だから何してんの、おじいちゃん映すな、さ、え、え、え、くるくるくる、3番どうなってんの、どうなってる、赤2番手、赤2番手、うん、チーズアート回ってこい、いけ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 、何、どっち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 、めっちゃいいよ、余裕めっちゃ、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいっすよ、いいっすよ、どっち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 、3番仕事、山崎、3番行くな行くな行くな、3番行くな、いいよっしゃ、山崎あとちょっとちょっとさせ、ちょいさせ、135、いや、やめて、135、3行くな、3行くな、3ごとかな、1かな、いや、まあまあまあ、何でもいいです、3か 1? 俺1買ってないよ、1、3と3、1、ちょっとちょっとちょっと、ちょっと、はい、もういい、おつ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 、1、3、3、1だ、ちょっとおつは、おつは1、3と3、1はかなり硬そうですね、調整ね、硬い、硬かったら終わるぞ、1、3があれですか、そのどっちかが、と多分どっちかになるんだとか、まあでも2シャンプーだから1、3だよね、うん、そうですね、どっち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 、ゆうちょ持ってたね、え、1、3っぽかったね、今放送見たらね、もう全通り買ってるから外れることはないのに、ただ2番に、あ、来た、この後に、この後に、ちょっと待って、ちょっと待って、今来るよ、発表が今からあります、3がね絡んでない方がいいん、え、いや、わかんない、あの配信がね、嘘配信の可能性あるか、あっちが、おー来た、決定、はい、1番、1、3、1、3見せて、1、3のオッズ、もう36万かけてますから、1、3がオッズでどれぐらいになってるか、12.4倍、12万、24万負けたわ、24万、負けましたね、落
疲れ様でした。24万負けた。払い戻しいきましょうか。一応12万だけ返してきて。うん、OK です。24万負けた。おめでとうとかじゃないの。次行こうじゃない。次行こう。はもうないよお前。もう今日30万ぐらい負けてるわお前。もうこんなん貯金マジでなくなるぞお前。こんなことしてたらざまーとかじゃない。ちょっと待って、24万に謝れてなんだお前。もう24万失ってんだからお前、謝る相手いないだろお前。もう謝る相手もいないんだよこっちは。やばーやばー、硬いとこ来たー。36万かけて12万返し、24万負け。これでも行くっきゃないな。最後もうかけるっきゃないな。かけないと、だって何のための貯金なのっていう。親にも仕送りしてるわお前。もう仕送りしながら貯めたわお前、頑張って。それがまさかこの貯金、ラーメンおごって。なんでさ、金失ってるやつからもっと金奪おうとするシステム、これ何なのこれ。違う、失ってんだよもう。おっぱぶ行けとかお前、何なんだよお前。俺がおっぱぶなんだよお前。おっぱぶ行けとかじゃないんだよ。全掛けとかもう無理、しびれるわ。108万、まあでも全財産かけるって今日決めてきてるからね。 iPhone 買ってとかお前10万ぐらいかかるんだろお前。2台いけたわお前。 iPhone2 台買ってあげた。体ぐれとかお前、俺の体買ってくれるやついいのか。人体損傷してるやつお前使い道ないぞお前。膝の皿でフリスビーするぐらいしかできないんだからもう。相当やばいな。あ、やばい、ちょっと後ろがね映んないように。そう、次勝てばいいんだよ、次勝てば。それだね。おめでとう。いや、おめでとう。うるせえ、うるせえやつだ。大逆転。おめでとう。大逆転じゃん。おめでとう。いや、おめでとうじゃないですよ。大逆転勝利やん。当たりましたよね。いや、当たった、当たったことある。おめでとう。当たったね。俺は外れたもん。はい、外れたの。いや、違う。お前、出た金すごい。お前、ほんとすごいよ。違う、24万負けたんですよ、僕。え24万負けたの。じゃあ、金来た。24万とかじゃなくてもっと負けてます。え12万返ってくるんじゃないの。8万2000円しか持ってない。計算してみましょう。ちょっとオッズが多分、でもだから8万、違う8万しか返ってこない。どういうこと。いくらかけたんですか。だから36万かけて8万返ってきて24万ぐらいの。あ、違うわ。違う、2社服で。なんで8万しか返ってこないの。26万ぐらい負けたってことだね。じゃあ間手数料とかいっぱいあるんで。手数料取らないだろ、競輪が。いやいやいや、ミッキーが、はい、いやいや、どうだよミッキー手数料な。12.1 って言ってますよね。これだから、まあ、この後お使わってたのかな。いやいや、今更新をしてこれですよ。どういや、違う、絶対間違ってたじゃん。これあれでしょ、28万負けたことになるんですよ、僕。まあ、負けは負けですから、白黒なんでね。いや、空白の4万、何これ。いやいや、でも最終的なオッズあります。いや、最終的なオッズが12万、12万返ってくるなんて、8万しか返ってこないって。しょうがない。空白の4万、どうしてくれるんですか、これマジで。大丈夫です。お前、取った折半しましょう。いや、取ったないですか。ミキ出して、ミキ出して。オッズ、そうっすよね。オッズ12万だったら、そうっすよね。そうですね。なんで8万しか返ってこないっていう。いや、だから最終オッズが出たんだよ。最終のオッズが。いや、更新してたもんね、これね。だから空白の4万もなんだってんだよ。いや、そんなにかけてなかったんじゃないですか。かけてたわ。ですね。なんか聞いてみましょうか。あ、券は取られた。だから7500円しかかけてないからですよ。いや、何の話だ。7500円以上かけてる。じゃ最終レースは1万円を36通り買ってたんじゃないですか。そうでも違うんですよ。7500円を36通りしか買ってなかったんですよ、言ってしまえば。じゃあお釣りがあったってこと。もうお釣りがあったんです。最初にその36万円分買ってないんですよ。お客様の声援もお支払いいただきます。
買い方ミスったってこと？そうそう、一つの馬券が7500円だったからなんですよ。確かにあれ割れるのおかしいもんな。だってミッキーのあれ割れて帰ってくるのおかしいから。そういうことですよね。おお、おかしいから。僕はちゃんとしたこと言います。それでは、優勝したデカキン選手インタビューを行いたいと思います。どうですか今日ですか？どうですか？いやいや、すげえ20何万失ったわ。はい、失ってんの。何ですか？20何万失ってんの。20何万失いましたが、次がなんとメインレース。やったメインレース。ちょっとあんま声張らないで、心に響くから。次がメインレース。ちょっと優しい声で喋って心に響くわ。デカキンさん、残りの残金いくらでしょうかと。いや、わかんない。20いくらでしょう？60万ぐらい。60万ぐらい、なるほど。60万円、まあ、半分にもなってないと。次もあるよ、ファイト頑張って。え、めっちゃ応援してますよ、皆さん。デカキンさんから来ました、ありがとうございます。あ、すごい、お金もらってる、デカキン、ほら500円もらってる、今不憫に思った人が俺に500円くれた、うん、ありがとうございます。まだいけるぜ。じゃあやるか、今500円くれたし。きたー、じゃあやるか。いいよ、全財産。人の配信では全財産配信したくないわみたいな顔やめてください。嫌だよお前、配信止めろよお前なんでお前全財産かけるやつダブル配信じゃん、お前。いや、もう今からトリプルに挑戦するんですよ。はい、しかもお前の方が回線ちょっといいみたいな。そう、なんでそれが悪いんだろうね。ちょっと謎っすね。だからメグさんも配信始めますけど、別にメグさんの配信は行かなくていいんで。メグさんの配信かなくて。メグさんはチャンネル登録だけしてください。チャンネル登録だけしてもらえればね。メグさん引退かかってるね。メグさん基本チャンネル登録してください。はい、お願いします。チャンネル見てる人は全員メグイン TV チャンネル登録お願いします。お願いします。お願いします。やるわ。じゃないと引退しちゃうんで。そう、はい、ただのメグインになっちゃうんで。メグイン TV TV じゃない。メグインもなんない。 TV がなくなっちゃう。 TV がなくなっちゃうんで。ただのメグインになっちゃう。お願いします。さあ、じゃあやるか。ちょっと書き方はちょっともうミスらないようにしないと。もうえ、なんかネクスで入ろうとしません？もうネクスで入ろうとしてません？そんなもう札束振り回しても。これネクストもやってる？これオリジナルだと思ってやってる。そう、オリジナルだと思ってやってる。これネクステのやり方？いやネクステ、デブあんまいないんで。デブいないでしょ？はい。ちょっとやばいなこの光景おかしいっすよ。いや、しょうがない、置く場所ないんだからしょうがないだ。それぐらいだからみんなの力くれっつってんの。ちょっと、いや、俺の力もあげる。いや、マジっすか。ちょちょ、金貸して、金貸して、サムネ取るから金貸して。でかぎん、サムネ取るから金貸して。サムネ取るから、サムネ取るから金貸して。これ YouTuber でやる。サムネ取るから金貸して。俺の外から金貸してなんて発言やめてくださいよ。皆さん、メグさんのチャンネル登録よろしくお願いします。いや、一応僕も映して俺の金だって後から説明できる。ちゃんとやってくれるんですね。でも大丈夫、それは借りてるからね。ああ、ちょっとありがたい。チャンネル登録したよってありました。ありがとう、みんなありがとう、本当。いやー、ちょっとやるしかないね、じゃあね。メグさんのチャンネル登録もお願いします。引退しないようにお願いします。私のチャンネル登録お願いします。もうそれだけでいいんで。ちょっと僕サムネ別で撮っとかないとダメだ。それはそれで次のレース全く考えてないんですけど。確かにもう考えないといけない。サムネちょっとサムネ撮っとこう。あ、確かに接続は不安定ですよ、出るね。マジですか。焼き鳥うまそう、美味しいですよ、焼き鳥。確かに不安定だ。なんだこれ。キャリア違うんですか、皆さん。いや、ドコモだけど、ずっとドコモ。僕ソロバンクです。そうなんだ。さっきは全然いけたんだけど、サムネちょっと取らなきゃ。全然ダメだ。そういうもんなんだ。ありがとう、みんなありがとう。髪潰れてる、さっき。マジでありがとう、めぐみです。当たったように取らないと、サムネはね。俺、そうなんですよ。あ、よかった、よかった、始まった。でも通信が不安定の間にも始まってる。髪ぐしゃぐしゃ、もう無理だわ俺髪。お前どこも行ってんのに、なんで髪はダメなんだよ。いや、もう負けて何回も髪ぐしゃぐしゃにしてるんですよ。負けすぎて髪ぐしゃぐしゃにしすぎて、もうすごい。今日は右にカブキン、左にデカキン。何度も言います、11レースは3478ボックスだよ。やばい、言うな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 。え、3478ボックス。よし、サムネ、オッケー。やっちゃうよ、こっちも。朝やろう。なるほど。なるほどね。稲垣さん、さっきだって。いや、稲垣。あ、200円れたから、ね、そうそう。200円くれたの、今。もうペンがない。ありがとうございます、ちょっと。何、デカキンが200円もらったの、視聴者から。なんかさっきから、不憫に思って、みんながお金を。俺も欲しいよ。すいません。
と、もう続けられないじゃないですか。なんだこれ。ここやった方がいいです。3人に絶対。いやでも一応こう関係者席だよ。ああじゃあいいんすね。よし、そうそう、もう切り替えました。切り替えよう。8だけがちょっと分かんないですね。3、4、7は来てます。英語員頑張ります。人生もかけちゃうよ。ミッキーオッツは慶応学です。ミッキーどこに。ミッキー多分なんか電話してるのかな。ちょっと聞こえた聞こえた。え、お金ミッキー画像やばいって。画像悪いか。まあまあもうやばい、悪いだろうな。ミッキーオッツオッツ、カブギーから来た、ありがとう。ちょっと書き方ちょっと学ぼうってすごい、それ怖いよね。それがダメだ。でも普通に8万で、なんかあの券売機じゃないところで買ってみる。ああ、そっちの方が。よし、ちょっと次大きくかけたいから。じゃあちょっと行こう。残り60万ぐらいあるから。11レース最後っすよね。そう、最後でも大荒れなんですよね確か。なんだよそれ。何、知ってるみたいに言うなよ。いや大荒れじゃないわ。誰も読んだんすか。S の人がいる。 S はいる。 S の人が2人いるからちょっと硬くなっちゃうかもしれない。残り2社服どういうことですか。いやもう3番だな。 S の人2人って SS ね。 SS、 あ、 SS、 SS の人が2人いるよね。1、3ですけど1はなんかみんな反応悪かったです。反応悪かったよね、さっきライブした時にね。確かに1、誰もが知ってる人らしいんですけどね1って。いや俺知ってる。1、2、3、4ってボックスってもうそんないっぱいボックスで勝ちたら大変なことになるでしょ。1、2、3、4、5、5点。5点こじはるがい。こじはるがいなんて。こじはるはなこれ持ってるからな。そもそもの話。26怖いな。もうなんか7番みんな押しますね。7番押し、7番押しくるの。7番なんて全然マジで。ネグさん、僕ちょっとおっちゃん会いに行ってきます。おっちゃん、いいですね、はい、やば。おっちゃんに会いに行きましょう。こうなったらネグさん行かないですか。じゃあもう俺外行くわ。はい、あ、それぞれが別々の戦い、はい、戦い。おい、だやべ、お前触るな、お前金触るな。なんで触るんですか、僕のお金。じゃあ約束してください、これを全部使うって。いやだよ、なんでお前に約束しなきゃいけないの。いや違う、視聴者の皆さん権利ねえよ、お前に。視聴者、まあ、考えとくわ。何考えとく。いや、まだわかんない、ちゃんと全額かけるかわかんない。触らして、もうなくなると思うから触らして。ちょっとおっぱい触るな、お前、はい、何の記念だ、お前それ。じゃあ行こう。ちょっと、いや、やばい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 、ほんと怖いな、ここ。いや、最後どれにかけるかだね。そうっすね。ミシャタン、うん、なんか、ちょっと前通りは違うかもね。危ないかもしれない。危ないかもしれない。ちょっと、S は絶対勝つでしょ、どう考えても。ゼロか、ね、勝てるかっていう勝負にしちゃうと思うんですよね、うん、全部じゃない。1番と3番が一番強いと言われてる2人、うん、1番と3番1000円気づけよ。え、1000円え、もうボランティア始まってんじゃん。こんなにいいコメント欄だった、うち。本当ありがとうございます。ちょっとじゃあ本当にくれた分だけ俺もかける気になってきたんで、ちょっとずつ前向きにかけるようにします。ちょっとマジですごいとこ見したいな。二社単、二社服。あー怖い。2、3、3、7、6倍。さっきが何番人気だったんだっけ。さっきさ、さっきはいや結構上の方だったね。硬いとこだったよね、2番人気とか。まあ、11倍とかなったやつはやばいな。ちょっと待って、1万円も気づけよって。え、これ本当か、もう本当にそんなに何ですか、入れてくれてる。1万円気づけ、2万円気づけ。額そんなそんな人いない、そんなくれる人いないだろ絶対。いないですよね。そういうコーナーになってない。本当にありがとうございます。なんか疑ったら本当ありがとうございます。ちょっと合ってんのね、俺最後に見るからな。なんかそのあの時以来だな。なんかお風呂配信してなんか海外の人がホモビデオと間違えてめっちゃお金くれた時と同じくれたんす、同じぐらいの感覚になってるな今。気づいてシリーズが今続いて、これでもあ、やばい、また配信が
これだからさ、その違うぞこれ、あの入れてないだろお前、これ10万入れて嘘多いだろお前、これ俺全部になんか10万入れたぞ気づけっつって、ありがとうございますありがとうございますって言って、お前帰ったら1円も入ってないみたいな、お前ダメ、お前35億と5000万だよとかじゃないんだよお前、30ブルゾンな、どうしよう、2シャタン1さんが意外に低いあれなんだよね、うん、なんでなんだろうね、そんなに良くない、7がすごい人気なんだよな、2シャフクの1、3と3、7買っとくってどうだろう、食べていいですか、1、3と3、7、あーオツどんぐらいですか、3、7が7倍、これお兄さんたちのじゃないの、引き合いのこれなんか、あーすいません、そう、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、カツラ、カツラのやつだね、カツラの毛の1、3と3、7、2、3っていうのも出てきてるな、いやそれ何、いくらいきます、だから夢見たいでしょ、夢見たいですけど怖いっす、怖いよ、絶対勝てるようにしよっか、あー、はいはい、もう 1番と3番が絶対強いから、はいはい、あと7番もいいって言われてるから、はいはい、1、3と3、7を買っとく、とりあえず、あーなるほど、1がちょっと微妙かもしれないから、そう2シャックで、はいはい、で、1番人気がなぜかの2、3になってるから、うーん、2、3も買って、2、3が5倍、はい、2、3、20万、3、7、20万、マジっすか、1、3、10万、100万見たいでしょ、だって、いや見たいっすけど、ねえ、もうそれしかないんだ、2000来た、え2000本当に、これだからその違う青色に光るんだぞこれ、光る、ありがとうございます、すいません本当に俺が見落としてた時のために、あすいませんありがとうございます、一番大事、俺が目線合わせた時にやって極力、でもまあ3秒ぐらいラグがあるのか、それよくない、いいとは言い切れないですけどね、怖い、全部100万コースだから、ああなるほど、倍率がね、そうどれ買っても100万円になるっていう、はいはいはい、まあ単じゃなくて服ですからね、まあまだマシなのかなと、うん、そうしよう決めた、じゃあ、うん、2社服で3枚必要ですね、紙が、そうで11レース、そう今日最終レースですね、そう、はい、2、3、まず2、3、あ、これ、この場合はここで、あ、こっちか、そう、これ間違えたら相当やばいやつだぞ、2、3ね、2、3、これはちょっと、まあ、これでいくらでしたっけ、金額は後にしよう、とりあえずそれだけ別で書いて、2、3、次3、7、3、7、2シャックね、青くそうです、これ怖いな、じゃあ、で、あの、ダブルチェックで、僕もチェックして、ミラリーさんもチェックして、うん、はい、で、1、3、1、3、だから1番人気、2番人気、5番人気を買ってるってことかな、2社服の、そう、はい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 、まあ、1と3はだって SS だから絶対来るはずなんだよ、うん、はい、じゃあチェックしよう、チェックしよう、はい、金額以外も書いてるんで、ちょっと見てください、2、3、3、7、3、7、あ、何でしたっけ、1、3でしたっけ、1、3、1、3とかやばいじゃないですか、12倍じゃないですか、でも SS なの、2つの SS だから10万でいい、でもあったかと、さっきこれ12倍のやつで払い戻して8万2000円しか持ってこなかった、それ怖いね、怖い、だからなんであの謎の4万、俺4万そん大事よ俺、いやいや分かりますけど、いや俺もあの謎の4万やばくない、いやだからちょっとこう次回ちょっと立ち会ってくださいよ、あだからワイドだよ、大丈夫なのかな、こっちっすかね、やっぱこっちとか、いやボックスだからこっちで書かなきゃいけないんじゃない、あーなるほどなるほど、ちょっと分かんないっすか、ね、ちょっと透明でしょ、買いたいよね、しっかりね、確かに
この髪がダメなんだね。髪これで合ってる。いや、もうワイドっすからね。でもこれワイドですよ。え、二社服ってワイドでいけんの？ワイドが俺よくわかんないよな。だから普通のこっちでやった方がいいんじゃないの？一着。あ、でもこっちもワイドだね。そうそう、じゃあいける、じゃあいけるか、うん、で、いいよね、うん、23と37と13、うんうん、これ27もあるよね。27ってもうちょっと上でしたっけ？ 何番目ですか27は。いや、わかんない。それでも27の組み合わせは買ってないな。いや、27は13番人気22倍。3来ないなってことあんのかな。3は結構絡んできてますね。1番人気も23だし、2番人気も37だし。27が何倍？27はね、22.1倍。22ね。うわ、でっかいな。あ、今21倍になっちゃった。21倍、はい。27も書こう。書きましょう。うん、念ためそれも5万ぐらいかけとかないと怖いよな。いや、この大勝負だから負け許されないわ。そうですね。西シャフですね。全部100万コースだから、どれ当たっても100万になるっていう。はいはい。だ、取り戻さなきゃいけないわけだから、勝てなきゃいけないわけだから、どれかも当たってくれないと本当に困ります。これで、あの、なんていうんですか、そのいつものやべえ感じになったら終わりですよ、うん、終わりだよね、はい、ちょっと僕も遊びで戦闘に。やめろお前、遊ぶなお前。人がお前命かけてやってる時お前いいじゃないですか。何隣で遊ぶの。僕は遊びで。いや、ちょっとかけてかけて、じゃあせっかくだから。はい、ちょっと貯金を倍にしたいんで本当にちょっとやろうと思います。怖いな。いや、ちゃんと見ろよって書いてる。3000、だから光る、これ青色になるからな、お金くれた時って。お前もう、でもコメント金額ありがとうございます。コメント金額システムいいね。デカキンの YouTube ライブだけ、あの、架空の金が入るっていう、それありだね。総額1万来てるぞ。 ありがとうございます。本当に感謝します。1万、3000、あ、3000、ありがとうございます。500、200、1000、ありがとうございます。合計、ほ、そんな来てんの、マジで嬉しいわ。リアル、本当ありがとう、ありがとうございます。じゃあ俺もかけるわ、100万手にする。はい、で、さっきのオッズを見よう。オッズ、はい、うん、かけ負けない、100万ゲットしたらかけ負けにそんななんないはずだから。大丈夫だよねじゃあいくよ、2323、はいはい、これじゃあ23に20万。これ2社服の一番人気なんで 5.9 倍だから、20万かけないで100万になんない。20万、はい、20万、はい、次37に20万。赤水、これは赤水、20万、20万、はい、ビルに入ってるからね。で、長男、これちょ、今すごいお金のあれやってる時なんでしょ、マジやばいっす今。これどう、プレイソース今20万、それが13だよね、12倍だから10万でいける。10万で100万になる。10万。銀行みたいな感じになっちゃう。はい。今ちょっと銀行計算。今累計50万使ってます。20万。手紙が50万で最後27。はい、27。それが一番倍率高いですね。そう。でも、はい、まあそんなに金額が多分ないから、うん、あとかけ負けちゃうから5万。5万で、ね、足りますかね。いや、そう、全部で55万。すごいな。旺盛な。あと1万円しかかけてないからな。これ券めちゃめちゃなっちゃうんですよ、また分割して。いや、分割しないようにして、なんとか。いや、でもしょうがない、しょうがないよ。あれ、分かれちゃうの？分かれちゃう、しょうがない。なんなん、8万円なんないんですよ。これ本当に嫌だよ、俺。まあだから、勝ったと思ってもさ、金額減って帰ってくるってマジ嫌だよ。経営ってのはあるんですよ。経営ってのはあるんですよ。8、9、10。単純に大きい金額を楽しむ人もいれば、少ないからこういうのが楽しいよ、人の人に。私はどっちかといえば、5倍楽しいよ。2、3、4、5、6、7、8、9、10。50。確かに、カブ買いに行ったら。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いるわけねえだろうな。今、今だ、今、今、今、リアルビューイングだから。
100万まで一気に突っ込める。昔のめぐみが、昔のめぐみだろ。だって昔のめぐみ今来るんだよ。今しかないから。いや、出会いなんかもう正気じゃない、上級してますけどね、俺から言わしたら。いや、ほんとだよね。めっちゃ頭抱えてるじゃん、なんか大丈夫？55万っす。55万失うかもしれないですよ。やめればいいじゃん。いやでも、勝てば100万っす。まあどれでもね。勝てば100万だから。どれでも どれが勝っても100万になるように設定してあるんで、まあ僕がこれね、10万20万入れたらオッズが変動するだろうから。そうですよ。若干のあれはあるかもしれないけど。知ってんのかお前、競輪のお金ディスってんのか。そんなんじゃ変動しねえよ。しないですか。しないよ。前僕はあれだったんですよ、違うやつやった時はなんか3番人気勝ったのに1番人気になっちゃった。じゃあミッキーお願い、本当に聞いて、なんか係員さんに聞きながらちょっとやって。俺もこんな状態でいい。いやちょっと本当にもう。金ありねえだろこれ、こんな状態じゃ。本当にちょっと係員さんに聞いて。一応俺もまあ財布持ってきますけど。うん、本当にお願い。50万あります？あると思う。あ、その分けてるので10万ずつになってるから。負ける背中してるな。いやいや、ちょっと勝てる背中ですよ。1、2、3、4、5、ちょっと俺もじゃあこういうカバン持っていきますか。引き出しだから。残り12万。ベア、ベア札。行ってきますわ。行ってらっしゃい。はい。ちょうど聞いてね、極力。いや、一回聞いて、頑張れ頑張れ。でもまとめられないと思うんで、まあ一回聞いてみます。分かった、ちょっと聞いてみて。分かりました。お願いね。はい。クソ怖いっすわ、もう。すごい、デカキンすごいな、今日。いや、今日はもう、たまにはこういうことしようと思ってたんですよ。まあたまにはしたいよね、なんだかんだでね。そうなんです。それが今日だと。はい。マジで勝ちたかったんで。足あ、なに椅子3つ使ってんの。ちょっと使わないと足が限界ですね。あ、喉乾いてきた。リードもらいに行こう。いやー怖い。何時かだっけ。そう、最後ぐらい見たら。いやでもだっていきなり27分ですね、締め切り。30分発送だから最後ぐらい行ったら。まあでもミッキー戻ってきてからかな、それ。そうですね。じゃあ俺は見てこようかな。締め切り5分前。出かけは何があったか分かんないけど、とりあえず見てこようかな。硬いとこ行きました。1、2、3、7全部絡んでます僕。1、3も買いましたし、2、3も買いましたし、2、7も買いました、3、7も買いましたし、3が来なきゃダメですね。だからまあ俺も3が来なきゃダメだ。3来ますよね、さすがに。これ違うの。俺も3の頭からいってるから。そうっすよね。3来なかったら本当終わるんで。いや、一応27買ってありますけど。このビール片手にハイボール。あれ、ハイボール。ハイボール。ハイボール。いや、今ちゃんともうおっちゃんの言われた通り4000円ずつ。ね、おっちゃんなんつってた。お願い教えて。もう買ったからもうこれ。もう買った後。全額使いました。全額は使ってない。12万。おっちゃんの言ったやつ買いました。残額。そのおっちゃんの言ったやつ。もう買ってるかもしれないから。買ってなかったら。だからもう結構なフォーメーションでしたよ。マジで。でもまあ3から言ってたもん。37。あー、なるほどね。37ね。いやまあ37だろうなっていう感じはするね。あと23。23。はい。23買ったっけ俺。え、何千来たの。俺何千来たのにしてもらったの今。全然見てなかった。ありがとう。3723。はい。さかのぼろ。ちょっと僕は来た。ありがとう。100万人。こんなところでメインレースちょっとやっぱり見たくないね。行ってきますよ。あ。了解了解。ありがとう、本当にありがとう。さかのぼってみました。ありがとう。え、デカさんはおいくら万円？55万。え、クレープ屋、クレープ屋買えますよ、1台。買えないだろ、お前も。甘くない。勝ちますんで。はい、絶対勝ちます。絶対勝ちます。絶対勝ちます、僕は。勝ったらカニを追ってくださいよ。絶対、いや、いいよ、いいよ、いいよ。全然、全然。いいっすか？うん、いいよ。だって100万勝つ。全部、どれ買っても100万になるようになってるから。それ、戻ってきてるだけじゃん。そうそうそうす。いやでも12万あるんでプラスにはなってます。もう12万分かりました。あと残り1000円です。え、もう残り1000円。はい、撮影写真。あめー、僕ここから配信始まったんで。あめーなー、僕のあれ大好きな。そうですね。そう、あのね、甘くないのよクレープ屋もね。まあ今現状、クレープ屋の現状みんな知らないもんね。あのおでんツンツン男の影響がね結構すごくて、協力してくれるところがなかなかないんですよね。難しい。いやだからそのためにもやっぱお金を倍にしなきゃいけない。ぶっ込めてる、怖いな。ぶっ込んだから残り1000円。そう、残り1000円。55だよ。僕あの予想屋のおっちゃんに言われた通り買ったんで、あのちょっと
ごっつり買ってるね、さすが。これね、僕ミスで23買ってないんだよな、俺多分。これ2000円、ね、もうちょい、何分からだろう。これ一緒なの、同じ馬券。発送が4時半。これ倍買ってるってことか。16時半ってなってた。あと5分じゃん。4000円。あと5分、あと5分。すごいね、以上。まあ5万円ぐらいです。4万8000円。こえー、リムジンで買おう。こえー、縦画面にする。何縦画面？あ、俺が収まってないからか。これでいこう。てかげんさんは買ったら100万買ったら、どれ買っても100万マジっすか。4つ買ってどれ買っても100万。負けたら、負けたら12万。だから全部ですごいマイナス90万ぐらい。だからかけてるんですよ。その遊びでやってるわけじゃなくてマジで今かけてるんで。そう、誰も遊びでやってないですか。いやいや、ちえ、あ、遊びでやってないですよ。え、お前遊びだろ、お前ら絶対。いや違いますよ、もう。いくらかけた。僕5万です。あ、まあ結構かけてるな。結構遊びだとか言える額じゃない。全然全然ですよ。おっちゃんの言われた通り5万かけましたから。俺ね、23買ってないかもしんない。これ、デカキンさんが買ったクレープ焼くやつじゃないですか、これ。いや、ちょ、なんで横に僕クレープ焼くやつがあるかわかんないですけど。これ買って帰るわ、じゃあ帰り。これ多分ガチクレープ。ガチクレープ帰り、これ買って帰りますよ、僕。じゃ横にクレープのなんか機械。あの、一応お茶の店見せてます。マジクレープだから。二三、基本三連単なんで。どこです、はい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 、これです。はい、なるほどね、372は絶対入ってくるよね。その1は絶対入れてないんだ。入ってないですよ、1は。あー、なるほどね。まあ一応、はい、俺も1は買っとくようにしたんだけど。いや、だから誰かが泣く、誰かが笑うっていう感じですよね、もうこの感じでいきますと。うん、そうだね。はい。27買ってないじゃん。27買ってないね。27はないですよ。27になったら歌舞伎終わるね。僕が終わるっていうか、もうおっちゃんも終わるんで。でもおっちゃん言ってましたよ。なんて、ありがとう、宣伝してくれて、すごいたくさんの人が来てくれて。あ、本当に。はい。おっちゃんはそれ、たくさんの人来てくれてメリットあるの。一回予想200円なんだ。金取ってんのかよ、あのおっちゃん。ちょい、あ、始まる始まる始まる。じゃあ、ちょ、俺また株の放送見るからさ。こっちで映してるから、ちょっと頼むね。うん。じゃあこれで歌舞伎の放送を映して。え、変えたのかな、そもそも。帰ってこないのに。さあ、どうなるのか。やっぱね、文化参見されちゃうんですって。もう絶対そりゃそうなんだ。お金が詰まっちゃって1回。あ、詰まった、うん、でも買えたんだ。買えました、55万円。23あるね、2337、うん、で、1327、うん、オッケーオッケーオッケー。もう、硬い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 、はい、どれ当たっても100万、どれ当たっても100万になる。いや、あ、カブさんの放送でちょっと見れる。そう、見れる。23ね、はい、1位にどっちでもいい。で、こっちが37、これも1位にどっちでもいい。最後のレースなんでね。で、13と27。顔色悪くね。いや、ほんとね、僕日光ではダメだ。あ、ちょ、歌舞伎、歌舞伎何やってんだよ。優しい、またれ、優しい。いいって、早くレース見に行けよ。レースはやんないの、今日は。歌舞伎、早くレース見に行けって。レース見に行け、はい。飲んでるシーンいらんて。レースどうなの。どうなった。早く、はい、変なお茶を映すな。いや、女性も映見るな、女性見るな、お前。はい、早く早く、ちょっとこれどうなるどうなる。あ、コメント見て、コメントね、ごめんごめん。そう、動揺してんのよ、マジで。ラードコメラー見ろや。ラードって呼ぶな、お前。お前、そんな俺あれ火つけるのに、お前便利じゃないぞ、お前。ただジュッて焼けて終わり。マジで本当に、これは本当勝たないと破産する。90万失うもん。ちょ、いや、ちょ、一回もういいわ。歌舞伎の放送一回破産だけは本当避けたい。うん、ちょっと縦画面押すな。だ、顔入れるようにするわ、顔。さあ、ちょっと待って。
始まりますね。始まるね。回目多すぎるじゃん。あ、メグさんの放送で見れる、メグさん。あ、なるほどなるほど。ちょ、歌舞伎にちょっと、ずっと飲んでばっかりだから、メグさんの放送見ればいいんだ。さあ、メグさんお願い。やばいやばい、ちょっと待って、広告、長いやつ入っちゃった。ただいまに発送いたします。始まりますね。すごいんですよ、この選手のね、選手たちの緊張っつったら。お願い、いますね、こんな感じで、ここでスタートするんです。あ、初見さん、ありがとうございます。ちょっと今、90万かけた後なんで、ちょっと今動揺してるんで、あの、当たればどれでも100万になるんで。さあ、頼む頼むよ、当たれって願って、みんなも当たれって、当たれって。しげた、まとめて面倒見たれ。ちゃう、なんて、なんか喋って。さあ、スタートしました、ね、お願いお願いお願い。これはね、硬いとこ、硬いとこやってるから。選手がいきます。勝てよ、ありがとう、当たれ、ありがとうありがとうありがとう。ミッキー、ミッキー、ミッキーチャンネル、ミッキー呼ばれた今。ミッキーチャンネルかミッキーなのか分かんないけど、お願いお願い、当たれ、当たれって願って、願って。挟んで、演技悪い、やめろお前、もう挟んって書くなお前。負けるな、ありがとう。負け、負け、お願いお願い。いやー、サスタマ見たいっすよね、うん、それはさ、最後お金取るとこだけは行こうね。いや、一緒に行くよ、一緒に。それは俺も引きずってでも行くわ。まあ、できたんでまた応援したいと思います。はい、お願いお願い、絶対当たる。いや、当たるって願わないと無理だからね、今回に限っては。いや、当たるってもう思い切って、うん、出負け、出負け、頑張れ。出負け、ん、出負けにしてないか。そうっすね、似合って、似合っとしてる。デブキンス、言ってましたね、言ってたよね、今ね。お願い、最後当たんなきゃ。え、何、ちょっとお願い、3話絡んで、とりあえず。そう、最後の1周半で挑戦力。そう、もうそう、来るね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 。また待ってきましたので、ごめんしましょう。出かけってない？出かけって聞こえるの？選手絶対聞こえてるんでね。手書きっていう人がいるの？稲垣だ、稲垣さんだ。え、ワイワイの環境が急に悪くなるって、なに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 、全然わかんないですね。なになになに、ちょっと待って、ワイワイの環境、最後の最後で悪くなるって何？お願い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 、止まったね。ただいまただいま、ボルテージ上がってきた。ただいま、次の一周とかすごいいいとこだね。ちょっと1000円ありがとうございます、本当に感謝してます。ちょっとそのおかげで僕90万かける覚悟できたんで、寄付金ありがとうございます。さあ、ジャンがありました、来た、ジャンがありまして、ラスト一周、どっち、ラスト一周、今ど、誰なの、誰誰誰、やべやべやべ、やめろ、飛んじゃった飛んじゃったよ、稲垣さん飛んじゃったよ、稲垣さん飛んじゃった、稲垣さん何番、もう一回もう一回、ダメもうダメもうダメ、いける、山崎さんだよ、それ山崎さん、3だよ、出なきゃ、最後行って、最後行って、え、え、ちょっと待って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 、あ、違う、10レースだ、山崎さん、やっていくか、やっていくか、え、何だったの今、いやー、もうダメだ、もうダメだっつってる、今日はダメだ、誰が負け目、誰が負け目、3絡んでないの、ウィンだろうが、でも今日はダメウィンですね、負けウィンですね、負けウィンとか言っちゃってるもん。いやじゃあ結構順当に勝ったから、マジで言ってんの、やばい、でも3含んでなかったし、3含んでないの、27しかない、27、23勝ってるから、23、あ、3絡んでるわ、27、いやもう負けウィンだわ、今日は負けウィンだ、負けウィンしか言わないじゃん、何番なの、メグさん、なんかもうあれなんですよ、邪魔されたんですよ、戦略で、戦略で邪魔されたバーンつって、バーンつって、後ろ何、後ろ差しかないわ、
このみんなと一緒に帰るこの感覚味わってください皆さん。もうみんながもう電車の駅で待って待って来た。この後完全に次のレース危ないか危ないか決定、はい、1着9番9番なんて勝ってないって。え、9と何言ってた。3着7番。9と何言ってた。いやもう9そもそも勝ってないもん。え、9と何言ってた。9ってなんて来るなんてなってた。今何言ってたんですかね。あ、ちょっと結果見ましょうかこっちでね。はい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 。でっかちゃん、でっかちゃんどう。でっかちゃん今はカツラだろお前。今はカツラ使わないでいつ使うんだよ。いや、やってるから。生放送やってるから。カツラつけるあれなんてない。今つけとけよ。当たったでしょ。でもいや、当たってないです。え、あれ 1着9番ですよね。1着9番だよ。1着9番はい。で、次が2着が何番でしたっけ。917。ちょっとこれ何ですか。これ何すげえ波乱だったってことですか。いや、一応一番の武田さんが来たんでそんな波乱でもないんですけど。ミッキー全通り勝ってるよな。はい。まあでも前めっちゃ勝ったんじゃない。いや、勝ってないです多分そこまでは。91だよ。2シャップ91だよ。そこまでじゃないですかね。そこまでじゃない。そこまでじゃないって俺90万負けてるからお前。そこまでも何もお前全然だよ。いや、手書きこっちはすげえ額負けてるから。知らないっすよそれは。知らないっすよじゃねえだろう。俺はやってほしくなかったっすもん。俺もね止めたもんね。一緒に止めたもんね。ミッキーと一緒なんだよ。もっと止めてください。いやいや全ね全通りでいつもの行けよみたいなね。いやそうそうそしたらいやいや僕はもう今日2倍にして帰るんでって言うからさ。そうなんですよ。止めんかったよ。そうやっだってもうちょっと煽ったら俺殺されてたもん。いやそうっすよね。殺さないっすよ、ね。そのね、もう治ってないはずの膝で殴られてた。先生、膝で殴るやつどんなやつなんですか。15倍とか膝もぎ取って15倍とか。じゃあ半分負けたの。あ、まあそうっす。じゃあこれでもこれじゃあ何もなんないですね。もうあともう歌舞伎に頼るしかないじゃん。あと当たってるかな。いや絶対当たってないです歌舞伎も。3絡んでましたもん。だって俺最初武田から行くぞっつったら会場がシーンってなったからさ。じゃあ武田やりますって言ったのに。なんなんですか3が、なんでこんなことになってんすか。いや、3がこう練習やっててバーンってやられたんですよ。やられたんだ。やられたんですよ。もうバーンやられて、もうそっからあ、もう無理っすってなっちゃったんです。なんでバーンってやんの。いや、もうバーンやってくるんですよ、こんぐらいの大きいレースになってくると。しかも全力でファールとかじゃないの。反則じゃない。ファールじゃない、ファールじゃないんですよ。チャリでバーンすか。チャリでバーンです。事故じゃないですかそんなもん。いやもうプロなんで、こうプロなんで。いやまあこれがだからがっかりもするけど、こういう気持ちになるのもかけてからだね。かけなかったらこういう気持ちにもなんないから。負け金、負け金。歌舞伎に勝つための二人で金盗め。多分ダメだろうな歌舞伎。決まらないだろうな。何これもう、何このすげえ負け方。200円ありがとうございます。はい、というわけでそれでは皆さんお待ちいたしました。先ほどの11人に来てもらいました。え勝った。大きな拍手で、大きな拍手でお迎えください。さあ、というわけで、一日お疲れ様でした。ありがとうございます。なんでエンディング、なんでお前のところでエンディングなんだよ。締め来たぞ急に。締め来たぞ。ふざけんなよ。お疲れ様でした。それぞれの終わり方があるだろ。まさかのね、ラストレース全然予想しないで来ちゃいました。いや、そうなの。自分とのおっさんの予想どうだったの。3がらみでしたね。おっさん全然ダメです。だってね、9とか1とかね、9が1、もう全然
さんのもうかけらなんで、僕今すぐお茶の子今行ったらお茶帰っちゃった。逃げやがった無責任ですよ、もう当たったら怒ってやるみたいなこと言ったのにね。言ってましたけど、もういなかった。早いな。ありがとうございます。1000円ありがとうございます。身の守り方知ってるな、のっちゃんな。というわけで、めぐさんはスカンって全くゼロです。かすりもしない。全部かすりもしないもん。3全部3ですから私。ああ、やっぱ3がっていうと僕はでもおっちゃんも3残酷だ。もうやだ、もう残酷。やるなよ。そして競輪やるなよ。みんな競輪やるな。おお、競輪やるな。そういうことじゃないだろ。競輪やるなよ。お前叫んなよ。お前競輪やるな。デカギンさんは90万負けたよ。90万90万負けたよ。それは無理です。90万って負けれないですよ。90万そ無理だよな。無理だよ。さすがに俺たちでもね、どんなに頑張っても90万って負けれないですよ。まず重くて持ってこれないもん。そうですよ。どういうことですか、90万負けない。どうしたのどうしたの。だ20万、10万、5万とかでかけたんだよ。ペース配分考えないのが悪いですよ、そんなの。考えてやったんだよ、別に。なんで最後になってさ、3番人気でもないしさ、全通りでもないし、よくわかんねえの買ってんの。ちょっと資料を当てに。何の資料だよ。資料が。態度悪すぎでしょ、これ。じゃあ、怪我してんねん、お前。何回言わせんねん、怪我してんだよ。こんな足乗せて。いや、そっか。いやだからやっぱ100円とかにかけておくべきでした。あの頃が一番楽しかったの僕。なんで今日100万持ってきたんですか。そう、なんで持ってきたんですか。だいや100円が2万になったらお前それは100万でやってみようってなるだろうな。ああ、そういうね。100円が2万になったんだからお前100円がうわすごい、100万が2000万とかになるかもしれないって。中毒やん、あんた。いや、そうっすよ。どっぷりどっぷりやん。また来ます。また来ますじゃない。また100万持ってこよう。いやいや、100円、次100円だ。もう100円でやんなきゃダメだ。ちょっとこれはちゃんとアーカイブのタイトル変えた方がいいですよ。90万、100万、大勝負って。いや、いいだろ、もう変えなくていいよ。いやいやいや、でも、衝撃ですね、うん、いや、すごい、いい勝負したよ、でもまあ、いろいろね、意外に勝っても、勝ったりもしてるからね。そうっす、いろんな、今まで勝ってたんで、いろんなこういう掛け事で勝ってたんで、だからトータルまだ勝ってるでしょ。ちょい負け、ちょい負け。そうっすね。いやでも、わあ。いや、わあはずっとわだと思うけど。まあいい経験になりましたね。とりあえず、夜ご飯、誰が送ってくれるんですか。でも、デカキンさんじゃないですか、あまりあるし。あまりある。財布ないもん。あ、俺12万あるからいいよ。やばい。残り12万あるから。うん。やっぱり、そういう世界なんで。うん、12万あるから。残念が多い人が、そうっすね。感覚わからんくなってる、もう。そうね。感覚わからんから。体の感覚は分からない。足振っても痛くないんじゃない。いやいや、もう痛いです。ちょっと本当に新しい足変えましたね。ああ、そうね。それだ、100万出せば新しい機械だし。うん、そうですね。100万今日本当は貯金2倍にしてね、新しい機械の足にしようとしてたんですけど、それが叶わずに終わる。ペッパー君の足とかで移植します。ペッパー君細すぎるでしょ、あんなの。短いですよ。短いし丸いみたいで、今日ですね、1日経理レース実践でした。ありがとうございました。何回も言いますけど、終わろうとしてるよ。めぐみさんのチャンネル登録、ふざけんなよ。終われないだろ今。めぐみさん、年内に100万終わってる場合じゃないよ。90万なくなってんだよ。きっちり引退するんで、お願いします。あの、引退するときはもう殺されちゃうみたいな感じ。もうチンコ切るんで、はい、それは話になっちゃうね。クレープ機があるんで横に。チャンネル登録よろしくお願いします。クレープに愛された男、お気でした。バイ。2着1番、3着7番っていう風にカピさんが締めてくれたんで、僕の言い残すことは特にないです。ここはここでやってください。もう締まったよ、今完璧締まったよ。いや、僕はもう今終わったんで。登録ありがとう。みんな登録してね。ぜひめぐさんの登録をお願いします。で、あと今日から何ですか、今日初日で、今日、明日、明後日、明後日、もう1日台本通りって、なんかないだろお前。5日間、台本通り KO 各競輪を開催してます。日曜ごとにパワフルになってきて、明日のゲストはパンサー、明後日のゲストはダチョウクラブです。え、ダチョウクラブさん来るんですか。その3日後は仮面ライダーが来ますんでね。いや、すごい。皆さんそれの楽しみにでもいいんですんで、ぜひ本庄に足を運んでください。はい、じゃあ、いや、楽しかったんで、楽しかったんで、はい、さよなら。さよなら。ありがとうございました。次、肉まん少女の、はい。
配信だ。いやいい、もうさらっと終わる。もう肉まん醤油じゃないですよ、チャンネル変わってるじゃないですかそれ。ということで以上、はい、僕も終わります。嫌なことあったんすか、はい、あったろお前、90万なくしてんだぞお前。あったろ絶対。たまたまなくなったんでしょ。たまたまなくなるなんて。落としたんじゃないの。ない、そんなことないっすよ。いやいや、じゃあ増えてたらどうしてました。逆に増えててもそのテンションですか。同じだろ。増えてたら90万増えてんだろうって。俺切れないだろお前そんな。ちょちょ、そのテンションでやってる。切れない。増えた時のテンション。増えた時のテンション。よっしゃゲット。何でもありゃ増えてない単身でやるんですか。やったら増えた単身で。いやいや、でもいいぞ、増えた単身で全員でやる、全員で増えた。すごい、やっと増えたぜ。これまた分かりました。じゃあ、パンでいきますよ。行きましょう。はい、おーしゃー。いや200枚になりましたよ。どうしようどうしようどうしよう、もう行こう。いや、行きましょう行きましょう。いや、いいっすよ、行きましょう行きましょう。いいっすか。行きましょう行きましょう。いいっすか。お疲れ様です。はい、いいっすよ。いいっすか。あ、いいんすか。いや俺無理だ、持ってきないわその気持ちに。失ってんだもん、だってがっつり負けたなと思って。はい、気持ち持ってかれちゃダメですよ。でもまあ多分僕また来ると思います、普通に。なんか楽しいんで。そうですね、競輪なんかね楽しいんですよ。なんでまた来よう。で、まあはっきり言うと、はい、今日は貯金したんですよ。次下ろしに来ればいいんです。まあ、それキャバ嬢と同じこと言ってるぞお前それ。ギャンブル教のキャバ嬢と同じこと言ってるお前。いやキャバ嬢、テレビで見たキャバ嬢がそんなこと言ってたんだ。今日は預けてるんです。預けてるんで、また次下ろしに来る。下ろしに来るって言ってたもん。それがそうなんだね。はい、ということで、はい、はい、すいません、ありがとうございました。さよなら。プツパツプツアツバシコンシコンバイ。いやもういいよ、終わってんだよお前もう。ビートボックスバトル、はい。